動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です今回のテーマは、別れたあの人の私への本音と復縁への意欲についてというテーマで、まあ、今回ですね、まあ、別れたというふうにお伝えしておりますが、まあ、必ずしもね、こうまあ 別れたというだけでなく例えばねちょっとこう疎遠になっていて、まあ、音信不通が続いているっていうような状態であったり、まあ、あとはですね何かこう状況や、まあ、第三者のですね何、まあ、かこう介入によって、まあ、無理やりねこう引き離されてしまった場合ですね、うんまあ、そういったものも含めてねそのお相手の方があなたに対してどんなね え本音をまあ抱いていらっしゃるのかそしてねよ、えー、りを戻すことに対してはどういうふうに考えていらっしゃるのか、まあ、あとはですね、まあ、お相手の方のまあ恋愛状況ですね何かあまあ次の恋に進んでいらっしゃるのかどうかなどもですね合わせて見ていきたいと思います。はい でですね、えー、ま、もうご覧いただいた方だったらね、えー、ま、ちょっとお気づきかなと思うんですが、まあ、今回からですね、この背景、えー、ですね、まあ、バックをね、ちょっとこう色を変えてみました。まあ、この理由としてはですね。 私としてはそんなつもりではなかったんですけれども、まあ、紺色の、ね、今までこう背景を使っていたりしたんですけれども、まあ、それと、まあ、あとは、ね、ちょっとこうバックミュージックです、ねえー、との兼ね合いで、まあ、テーマとか、ねまあ、あとはメッセージによってはちょっとこう怖い雰囲気に、ねえー、なってしまっているというような、ね、コメントを頂い,いて、えー、おりまして。 でまあ、私としてもねこう皆様をこう怖がらせるためにね、えー、毎日動画を配信しているっていうわけではなかったので少しでもね、まあ、何でしょう,こう明るい雰囲気と、まあ、あとはね、えー、皆さんにメッセージがね、まあ、こう届きやすいというか受け取っていただきやすいようなね 状況をね作っていきたいなということで今回ねこう背景を変えさせていただきました、まあ、バックミュージックに関してもね、えーまあ、数日前からちょっとこう変えていたりはしたいんですけれども、まあ、ちょっと明るいものに変えてみてですね雰囲気からねちょっとこう変えてみようということで今回からねこの背景を使っております。 はい。まあそういったね、まあ非常にこうありがたい、まあ、コメントなどもですね、えー、日々ね、まあいただいていたり、まあそれ以外のですね、まあコメントもですね、まあ拝見させていただいております。本当にね、いつもご視聴いただいている方、そしてコメントね、えー、いただいている方、あ,ありがとうございます。まあ引き続きね、えー、少しでもまあ皆様のね、お役に立てる動画を配信していこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 はいえー、ということで、えーまあ、今回もですね3択リーディングということでカードを3種類ご用意させていただきました、えー、一応ですね選択肢としては左から ABC としておりますがカードの絵柄であったり、えー、ですね、えーまあ、何かねこう感じ取ったものをですね、えー、お選びいただけたらなというふうに思います で、えー、今回ですね、カードの絵柄は左から Love is all around you そして真ん中は You are limitless そして、えー、右側は Be willing to express love というね、えー、カードになっております何かね気になったものをお選びいただければと思いますはい、えー、それではカードをお選びいただく時間ですねちょっと今回ね、前置きが長かったので5秒ほどね、えー、取りたいと思いますので直感でカードをお選びくださいそれではどうぞ はい。カードをお選びいただけましたでしょうかまだね、お選びいただけていないという方は、一度ね、動画をストップしていただいても大丈夫ですので、そちらでね、お選びいただいて、まあ、各動画のタイムテーブルはこの動画の下の概要欄に記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。それでは本日もよろしくお願いいたします。 はい。それではですね、えー、まずはじめにこちらの Love is all around you というね、カードをお選びいただいた方、もしくはね、A をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。えー、では早速カードのオープンからしていきます。はい。 えー、今回はあ別れたあの人のおあなたへの本音であったり、まあ、復縁の意欲ということで、まあ、厳密にねこう別れたという状況でなくても何かこう音信不通が続いていたりだとか、まあ、あとはね何かこううん、まあ、第三者とか外部の状況によって引き離されてしまった場合もあると思うんですがお相手の方の本音そして復縁に対してよりを戻すことに対してどう思っていらっしゃるのかっていうのを見ていきます。 はい、えー、こちらのカードが出ました、えー、今回ですねカードといたしましてはあ左上から、えー、お相手の方の今の状況を表すカードそしてこちらが、えー、お相手の方のあなたへの本音を表すカードそして、えー、こちらですねに関しては、えー、お相手の方のね今の恋愛状況ですね何かこう新しい恋に進んでいらっしゃるのかどうかすでにねそういった関係の人がいるのかどうかということですね。 えーまあ、恋人の有無を表すカードそしてこちらですね、えー、は、まあ、あなたとの復縁よ、まあ、りを戻すことに対する、まあ、意欲というかね、えー、お気持ちを表すカードになっています、はいえー、ではね、えー、早速見させていただくんですがではですね、えー、早速リーディングをしていきたいと思います えまずはじめにですねうーん、まあ、今回出た結果をね見させていただいたところでいうとそうですね、まあ、お相手の方としては何でしょうこう、うんまあ、例えばあなたがねこう引き止めるのをこう振り切るような形で、まあ、半ばちょっとこう強引な形でね、うん 別れれを決断されたのかなとまあ決断というか別れを決行されたのかなというふうにも思うんですけれどもうーんだからそのお互いが合意した上でのこの別れというよりかはお相手の方がちょっと何でしょうねこう,うん、まあなたに知らせずにこう別れ何でしょう去っていったりうんお相手の方の都合で、まあ、無理やりちょっとこう別れさせられたみたいな状況なんじゃないかなと思います。うん でそのことに対してお相手の方ね、うん、今複雑な、ね、感情でいらっしゃるのかなとなんかもうあなたと別れてあ良かったみたいなねそういった感情ではなくてすごくこう別れた後も心がすごくなんでしょうねまあいわばモヤモヤしているような状況ですねうんなのかなと思います、うんで まあ恋愛状況などについてはね、えー、後ほどお伝えしていこうと思いますので、まずはね、お相手の方の状況を表すカードから見ていこうと思います。はい。えー、今回出たカードはこの3枚になります。今回ね、出たカード全部カップになっているんですね。えー、まずこちらがカップの5、そしてカップの7、そしてカップの2。これはね、反対側、逆位置になっています。まあカップというのは心情をね、 えー、表す象徴だから心ですね、うんまあ、気持ちとかねそういったものを表すカードなんですが、うん、そうですねじゃあまずこちらから見ていきましょう、えー、このカードカップの5というねカードになっているんですが、まあ、このカードが持つ意味というのが取り返しのつかない事態であるとか、まあ、あとは喪失ですね。うん まあ何かをことここにはまあ別れというものも含まれていますけれども、まあ、取り返しのつかない事態ということからまあ読み取ると、まあ、最初にね少しお話しした通りお互いが納得した形、ね、もう2人があなたとお相手の方2人がね あもうこの関係は無理だなというふうにこうなんとなくこう感じていてそれでねじゃあもう別れましょう分かりましたっていうねこう合意した上でのお別れっていうわけではなくて何かこうお相手の方がうんまあ強引だったりね自分の考えを押し付けてあなたと別れるっていう状況に至っていたんじゃないかなと思います。うん、だからお相手の方が ちょっとねあなたとの関係を引き離すというところまで強引ではなかったにしてもお相手の方からあなたに別れを告げて去っていかれたんじゃないかなと思います、うん、まあ、厳密に別れていなかったとしても、うん、急にねお相手の方から疎遠になられたとか、うん、そうですね何かこう 別の理由をつけてお相手の方があなたの元から離れていったっていうのもあるかもしれないですね。まあ、とにかく、まあ、お相手の方から離れていかれたっていうのはね共通して読み取れてですね。うん、で今あなたから離れて今一人で過ごしていらっしゃるわけですね。でもう後戻りできなくなったことに対してああもう取り返しのつかないことをしてしまったなとかね。うんまあなたと 別れたということはあなたという大切な存在を、まあ、喪失失失ってしまったなということに対してちょっとこう落胆していらっしゃる、うん、ということですねだから別れた後に気分がすごいこう晴れやかになっているのかっていうとそうではないっていうことですね、うん、だからすごいこう複雑な感情っていうふうにお伝えさせていただきましたで、えー、そうですね、えー、じゃあ次はこちらねちょっと見ていきたいと思います。 えー、カップの2というカードのねこれ逆1なんですけれどもこれが逆位置になった時の意味というのがですねうん、まあ、意思疎通が図れないであるとか気まずい関係っていう意味のカードになるんですねだからあなたに対しても今はこう,う,ーんうまくこう言葉が出てこないというかうん自分の気持ちを素直にこう表現できるような精神状態ではないっていうことを表したり、まあ、自分から去っていったが手前ね えー、またあお相手の方から戻ってくるっていうのはちょっとこう気まずくてなかなか近寄れないみたいなね、うん、だからあなたを振り切って別れてしまったということがあるので、まあ、そこにはねやっぱりこう気まずさっていうのを感じていらっしゃるっていうことですね。うん、だからその気まずさっていうのがある,のあるからまあその意思疎通っていうものもうまく図れないっていうふうな。うん そうですね、えー、心理状態なのかなと思います。けれどもで、最後このカードカップの7というカードですね。このカードはまあ、気の迷いっていう意味を表すカードになります。自分のね。目の前に選択肢がまあ、複数あってどれを選べばいいのかがわからなわからずにいるとかね。決めきれないでいるって言う,うな状態ですね。まあ、ここには人がいて、その人の目の前にカップが7つあります。けれども、まあ、このカップ。 のの多多ささがですね選択肢の多さを表していますだから厳密に7つの選択肢があるっていうわけではなくて、まあ、例えば A という、ね、選択肢 B という選択肢がですね、まあ、複数あるということですね。今回で言うならばお相手の方から自分でねこうあなたの元を去っていったり別れていったっていうのはあるんだけれどもじゃあその別れて新しい恋に進んでいくっていう一つの選択肢と。 いや,やっぱりもう一度あなたの元に戻ろうかなっていう、まあ、選択肢とかね、うんまあ、そういった複数の選択肢の中でまだ心が定まっていない揺れ動いているような状況ですねを表しています、うん、だから本当に別れてあなたと離れられてよかったなっていうことですごいこうハッピーになっていらっしゃるのかというと全然そんなことはないのかなと思います、うん、むしろこう別れてしまったことでいろいろ何でしょうねかえって。 お相手の方としては、ねうん、悩んでいいいるようなななな状態なんじゃないかなと思います、うん、お相手の方としてはあなたと離れたことで何でしょう,こう悩みがなくなるのかなというふうに思っていたのかもしれないですけれどもむしろね逆にこうより一層悩ましい状況になっていらっしゃるのかなということが、まあ、読み取れました。 であなたに対する本音を次にね、えー、見ていきたいと思いますが、まあ、複雑な、ね、感情というのをお伝えさせていただいたんですがまずこちらから見ていきます、はいまあ、このカードマスターということでねマスターというのはまあ極めるとか、ね、習得するという意味の、まあ、単語ではあるんですけれども、まあ、このカードには克服するという、ねえー、意味もあります、うんまあ、克服するとか手放すということもそうですねでカードを見ていただきたいんですが このまあこれがまあお相手の方だと思ってくださいでお相手の方のまあよこの何でしょう心臓部分にですねまあこうスポットが当たっていてその中にあるのがちょっとなんでしょうこう綺麗なねハートではないですねちょっとこうくすんでいるというか、うん、まあそういったね色のハートが写っていると思いますだからこれはですねお相手の方がネガティブな感情に支配されているっていうことを表現しているんですね。 うん、だからそういうネガティブな感情に支配されてしまっていたが故にあなたのこともネガティブにしか見れなくなってしまったすなわちあなたのその何でしょうねこう,うん例えば欠点であるとか悪いところばっかりがこう目につくようになってしまった。ね この心がすごく綺麗な時はあなたの魅力であったりあなたというまあ人そのもののね素晴らしさであったりあ,まあ,あなたのこう良いところですねそういった部分がどん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 こうまあむしろそういう部分しかこう目に入っていなかったのですごく好きにという気持ちが高まっていったと思うんですがだんだんねネガティブな感情に支配されていってそれとは真逆のねうんまあいわば悪いところを なんでしょうね、こうまあ悪いところに目が向くっていうのもそうですけども何かこう悪いところを探そうとしていらっしゃったのかもしれないですね。でそれを理由に別れようというふうに思っていらっしゃったのかもしれないです、うん。とにかくあなたに対して向けていた気持ちがすごいネガティブになっていたから別れたんだっていうふうにまあ思っていらっしゃるということですね。うん、でだから このマスターっていうのは、まあ、克服するとか手放すっていうのをお伝えしましたけれども何を克服するのかっていうとそのネガティブなねうん感情自分の心を支配していたネガティブな感情を克服しようとか手放したいっていうふうに思っていらっしゃるだから本当はあなたのことを悪く見たくないっていうことなんですね離れてみて今思っているのはなんかこう離れようとしている時はあなたのことをすごくこうなんでしょう悪者としてねこう 捉えていらっっしゃったり悪いところばっかりに目を向けていらっしゃったのが離れてみて「いやあなたは全然そういう人ではないと」と、うん、何をこう悪いところばっかりに目を向けているんだっていうね、うん、まあそういったんでしょう,こう反省というかね気づきを得られたからこそそういうあなたに向けていたネガティブな感情をですね克服したり手放さなくてはいけないなと。 いいう,うに思っていらってらしゃるわけですねでも自分はそのネガティブな感情に支配されて別れてしまったそのことで、うん、取り返しのつかない事態が起こり、まあ、今ねちょっとこう悩んでいらっしゃるっていうことですね。で次こちらサンクスフルねっ、まあ、先ほど気づきを得られたっていうのがありましたけれども気づきを得た結果あなたという人あなたという人物に対してすごい感謝の気持ちを持っていらっしゃる。ねまあ、言うならばこんな自分と付き合ってくれてありがとうとかね。 うん、自分はひどいことをしていたのになんでしょう,こう離れずにね一緒にいてくれようとしていたことまあだからあなたのその全てですねこれまでお相手の方と接してきたあなた全てに感謝の気持ちを持っていらっしゃるだからこそ自分のやってしまったことを悔いていらっしゃるのかなと思います、うん、すごいねあの良、ー、いところが。 今にななってこう気づいいたとううような状態ですね、うんでえー、次こちらのカードを見ていくんですが、はいまあ、このカードはあーラトルという、ね、カードになっていますなんかこうマラカスのような、ねえー、ものが映っていますけども、まあ、これがラトルというものなんですねでこのラトルというカードの意味というのが、まあ、勇気ある行動を、まあ、示すカードなんですね、うん だからまあ別れる時には、うん、まあそうですね、まあ、お相手の方としても勇気がね、えーうんまあ、勇気を持ってこう別れを決断されたのかなっていうのと、うんまあ、今もねちょっとこう勇気を持って新しい恋に進んでみようかなというようなお気持ちを表しています。まあ、後ほどねお伝えしていくんですがまだお相手の方にそういったなんでしょうね新しい恋人とか、うん、そういう存在の方いらっしゃらないと思うんですが、うん、もう自分がねこう 自分発信で別れてしまったが手前もうあなたのもとにはもう戻りにくいなっていうことで、うん、もう新しい恋に勇気を持って進んでいった方がいいのかなと今になって感謝の気持ちを築いたけれども、うんまあなたは許してくれないだろうなっていうことで、うんまあ、次に進んだ方がいいのかもっていうねまたこう勇気を持たなくてはってこう感じていらっしゃるわけですね。うんはいまあ、この勇気 というものを、まあ、あなたに向けてくれれば、まあ、復縁ですね。に対して動けるのかなと思うんですが、まあ、後ほども見ていきますけれども、ちょっとね、復縁に関してもいろいろ考えていらっしゃるのかなとは思います。で、えー、次、アドベンチャーというカード。これ、冒険ですね。これは、まあ、あなたのもとを離れて、今一人でね、こう冒険に出てみようと。うん、あなたと別れた、まあ、要は一人になった状況でね。 まあどういうい日常生活があるのか今まではあなたと一緒にいた日常を送っていたけれどもあなたと離れてみて一人になった日常がどういうものなのかとかねあなたと離れることによってどんな、まあ、こう世界の見え方がするのかというのをですねちょっとこう、うんまあ、味わってみようということで今冒険に出ていらっしゃるというような状態なのかなと、うん、いうことですね。ただ冒険をしている中でも、まあ まあ,常にね、あなたのことをが何でしょう,こう頭の中で思い浮かんであんなことを何でしてしまったんだろうというような、まあ、後悔をね、うん、抱いてはいらっしゃるのかなということですね。はい、で次ですねお相手の方が今、えー、の、まあ、恋愛状況ですね何かこうでに恋人 のような人がいるのかどうかっていうのを見ていくんですが、まあ、これはねえー、まあ、少しお話ししました。けれども、まだそういった方はいないんじゃないかなと思います。うんまあ、これからというような状況なのかなと思いますね。うんまあ、それぞれ見ていきますけれども、えー。まずこちらからドアトゥースピリット、これ魂の扉っていうカードなんですが、まあ、扉というのはこう入り口を示していて、まあ、これからこう始まろうとしているっていうね。うん。始まりのタイミングを表すカードになって。 うん、でこのスピリットをですね、まあ、この魂の扉っていうこの向こう側にはね無限の可能性がまあ広がっている、まあ、その世界に入ろうとしているっていうことですねだから新しい恋に進もうとねまあ何でしょう,こう今入り口というかスタートラインに立っていらっしゃるっていうことですねでスタートを切ろうかなっていうふうにまあ思っているような段階ですねだからまだその何でしょうねこう恋人がいらっしゃったり恋人のようなね なんかこういい感じの人がいらっしゃったりっていうわけではないのかなと、うん、まだあなたへの心残りがあるのでまだスタートラインにしか立っていないというような状況ですね、うん、を表すカードになっています。で それれに加えてここちらですねプラクティスまあ、これ練習というねカードなんですけれども、まあ、練習をまあ重ねて努力を積み重ねて、まあ、自分をねこう鍛えていくとか、まあ、磨き上げていくということなので今はねこう、まあ、新しい恋に向けてまだスタートラインっていうのをお伝えしましたけれども自分を磨いていらっしゃる段階なのかなと、まあ、自分を磨いているというよりかはもっと細かく言うと自分を見つめ直していらっしゃるのかなと思います。 うん、あなたとの恋の経験を踏まえて自分というものが何なのか自分というのは自分とそういうなんでしょうこう見直しというかね自分と向き合っていらっしゃるっていう段階なのかなと思うのでまだ、うん、新しい恋っていうものは始まってはいないのかなと思います。 でですね最後、こちらですね、復縁への、まあ、意欲、まあ、あなたとよりを戻したいと思っているのかどうかなんですけれども、うん、そうですね、まあ、うん、そうですね、まあ、今のところで言うと五分五分なのかなということなんですけれども、うん、まあそれぞれの、ね、カードを見ながらお伝えしていった方が早いかなと思うので、見ていきます。 えこのカード「ジャスト・ブレス」まあこれただ息をするっていうねまあブレスというのは呼吸するっていうことなのでまあそういうまあ直訳するとそうなんですけれどもまあここで何でしょう,こう手を合わせているねえまあ実物の人となんかこうスピリチュアルなねえ精霊が映っていますけれどもうん要するにまあお相手の方としてはあなたとよりを戻すにあたってはもともとは何かこうズレがね あったんじゃないいかななとズレがこう気になっていたあなたとのズレですね例えば価値観のズレであったり恋愛に対する、まあ、考え方、まあ、これも価値観には入るかもしれないですけどもそういったもののズレであったりあとは、えー、生活リズムのズレであったり、うん、お互いのうん、まあ、置かれている状況の違いですねこれズレではないかもしれないですけどもそういったものが いわ、まあ、ばあなたとの関係を続けていくにあたっては障壁となっていたもしかしたらお相手の方にとってはそのズレがすごいこうストレスに感じていたり、まあ、疲れてしまったっていうものがあったのかなと思いますだからそういったズレの部分が少しでも何でしょうねこう解消されていくというかうんあなたとぴったりと合うようになればうんもう一度よりを戻していきたいっていうふうには思っていらっしゃるわけですね。 でもその例えば価値観のズレが大きかったりすると、うん、またよりを戻しても、まあ、離れるだけになってしまうのでそこをねズレを解消できるかどうかで復縁というものはしようかどうかっていうのを考えていらっしゃる。だから お相手の方もあなたとちょっとこう価値観がずれていたとするならばあなたにその価値観を合わせられるのかどうかっていうのを先ほどね見直しているっていうのはありましたけれども、うんまあ、考えていてやっぱり無理だなっていう答えが出た時には、うんまあ、復縁というのは諦められるのかもしれないですけれども、うんまあ、でもやっぱりあなたとの関係を続けていくために、まあ、ちょっと自分の考え方を変えてみようあなたに合わせてみようっていうような結論が出てくれば復縁というものはしていこうと。 いう風には考えていらっしゃるのかなということですね。うん、で次ですねこのカードフォーカスオンユアプライオリティまあこれ自分の 優先したいこととかね優先事項に集中するっていうカードで、うん、まずはねその今自分自身がやらなくてはいけないことに集中しながら先ほどねあったあなたとのズレをまあ解消できるかとか折り合いがつけられるかとかね何かこうあなたに合わせられるかどうかっていうのをこう考えていらっしゃるのかなということですね。とととににかかく今は、うん、恋愛いいいいうよりかそうりそったた自分のやりたいことに時間を使いながら、うん まああなたとのことも考えているっていうことですね。うん。うん。まあ、だからあそうですね。まあ、だからゴブゴブなところですね。で、まあここまでいくとまあちょっと前向きなのかなと思うんですけれども、最後のこのカードね、まあ不安っていう意味のカードなんですね。これがまあすごくこうなんでしょう不安そうにしているわけですね。うん。悩んでいるような様子。だからあなたとの関係を戻すにしてもね、えー、まあ。 一回、ね、あなたとの関係を経験しているからこそうん何かねその別れの原因となったものを今度よりを戻した時に乗り越えていけるのかなとかね、まあ、お互いのちょっとその違った部分を受け入れられるのかなとかね逆にあなたに受け入れてもらえるのかなっていうことをちょっとこう心配そうにしていらっしゃるというかねこう悩みながら。 うんですね、こう不安に感じていいらっしゃるととうことですねだからそこをまだお相手の方の中でも、ね、答えは出ていないんだと思います。あなたの,その考え方価値観とかを受け入れられるかそして、うん、お互いにあったズレというものを解消できるかとかね、うん、そういったものを今考えていらっしゃる段階なのかなと思うので復縁についてはそのお相手の方のこれからの状況状況,状況ではなくてその。 あなたとの復縁を考えた時に出てくる。その結論次第にはなってくるのかなと思うんですが。うん。まあ、でもそれでもね。まあ考えてくれているっていうことは復縁をしたいという気持ちでもあるのかなとうん。そもそもね、復縁のことを考えていなければね。復縁に対してその不安っていうのは抱かないと思うんですね。復縁をする前提で、じゃあこう関係をが戻った時にうまくいくのかなっていう不安。を 感じてていいいららっっっしししゃゃるるわわけけなのでで復縁をしようというと、まあ、意欲は持すね、うん、ただそれが実現可能なのかどうかっていうことで不安に感じていらっしゃるだけなので一応復縁をするつもりでね今は考えていらっしゃるんじゃないかなと思いますはい、えー、ということで、えー、こちらですね、えー「Love is all around you」というねカードをお選びいただいた方お疲れ様でしたあ今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです えーまあ、今回全体に向けたねリーディングとなっておりましたがもしね何かこう特定の方とのお悩みであったりあとはねなかなか人には相談できないこととかもあると思いますそういった方に向けてね、えー、現在個人鑑定を行っておりますのでもし興味がある方はこの動画の下の概要欄をご覧いただきますと幸いですはい、えー、それでは今回はですね最後までご視聴いただきありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう はい。それではですね、えー、次に、えー、こちらの You are Limitless というねカードをお選びいただいた方、もしくは B をねお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。では早速カードのオープンからしていきます。はい。えー、今回は別れたあの人のあなたへの本音や、まあ、復縁への意欲ということで、まあ、厳密にね、まあ、別れたというものに限らず、まあ、例えばね音信不通が まずっと続いていて疎遠な状態になっていたりねあとは何かこう外部のね状況であったり第三者によってね引き離された場合とかもねあると思うんですけれどもそういったまあ状況の中でお相手の方がね今あなたにどんなことを思っていらっしゃるのかそしてよりを戻すことに対してはどういうね、えー、感情をお持ちなのかというのを見ていきます。はい えー、こちらのカードが出ました今回ですねカードといたしましてはあこちらがですねお相手の方の状況を表すカードそして、えー、こちらがお相手の方があなたに対して抱いていらっしゃる本音を表すカード。 え左側、あ左下に移りますけれども、こちらがお相手の方の恋愛状況を表しております。まあ、他にね、えー、何かこう恋人の方がもうすでにいらっしゃるのかとかね、新しい恋に進んでいるのかとかですね、そういったものを表しています。そして最後は、えー、あなたとこの寄りを戻すことに対してどういうふうにお考えなのかっていうのを見ていきます。はい。えー、ではですね、早速出たカードをちょっと見させていただいているんですが、 うん、はい <laughs>、はいえー、ではですね早速リーディングをしていきたいと思います、えー、まずはじめにですね今回出た結果を見させていただいたところで言うとそうですねまあお相手の方ねまあそのんでしょう本当に心からあなたとの別れを望んで 別れられれたんじゃないんじじゃゃななないいいかなと思います別れを選ばれたっていうわけではないんじゃないかなということですね。で仮にその別れていなくいない場合ですねその例えばすごい疎遠になっていたり、うん、あなたのもとちょっとこう去っていらっしゃる距離を空けていらっしゃるっていう場合でも同じくですねそれはお相手の方が本当に望んであなたと別れるってことを望んでした行動ではないんじゃないかなと思います。 なので、うんまあ、全体を通してまたお伝えしていきますけれどもあなたとはよりを戻したい、えー、というふうにもね思っていらっしゃるのかなということですね復縁に対する気持ちを持っていらっしゃるということですねうんまあそのね、えー、お気持ちがまあ読み取れましたのでそれぞれのねカードを見ながらお伝えしていこうと思いますまずはねお相手の方の状況を表すカードから見ていくんですが今回出たカードはこの3枚です はいまず1つ目、えー、月ムーンですね、えー、のカードそして、えー、こちらラバーズ、まあ、恋人というカードですねで最後カップのクイーンこれは反対側逆位置で出ておりますうーんそうですねうんはいではねまずこちらから見ていきます はいえー、このラバーーズ、まあ、恋人というカードですね、まあ、文字通りだから恋人とかですね運命の相手とかねパートナーシップとかね、えーまあ、そういった意味を表すカードになっていて、まあ、恋人の出現であったりね運命的な出会いを果たすとかね、うん、そういった意味のカードになっているんですけれどもじゃあお相手の方に今ね新しい恋人となる人が現れたのか。 パートナーが出現したのかっていうと、まあそういった読み方もできるんですが、今回の結果を見るにそうではなく、恋人にしたい人のことを日々思いながら過ごしていらっしゃるんじゃないかなと思います。で、その恋人にしたい人っていうのが、まあ本意ではなく別れてしまったあなたではないのかなと思います。うん。だからあなたのことを、まああなたともう一度恋人に戻りたいと。 いいう気持ちを持ちちをながらら日々過ごしていらっしてっゃるあなたともう一度復縁をしてまあこう関係を築いていくその未来のことを考えながらうんまあ何でしょうねその未来を期待しながら過ごしていらっしゃるのかなということですね、うん。ただその未来に対する期待以上に今お相手の方に大きいのがこちらですね。 月というカードなんですが月というのは不安であったり心配とか、まあ、あとは悩みっていうねものを表す象徴で、まあ、このカードが正位置で出ているということで、まあ、悩ましい状況というね意味を表していますうんまあ言うならば悩みがねピークの状態 A ですね悩みが尽きない状態ですね、まあ、一つの悩みが解決したらまた新たな悩みが増えるみたいなね うん、そういった状況でもあるのかなということでこの悩みとか不安という感情の方がまあいわば大きくなってしまった、うん、あなたとの関係を続けていく中でも未来に対するまあこの期待もっともっとこう幸せになっていきたいなという気持ち以上に目の前の現実を受けて不安になってしまった、うん、でこの不安の方がこうなんでしょうね自分にとってはこう深刻になってきたから まあ、いわば、あなたのもとを離れられた。っていうことですね。これ以上、不安を抱えたまま、例えば、あなたとの関係を続けていても、あなたに、なんかこう、迷惑をかけてしまったり、あなたのことを、あなたに対して負担をね、かけてしまうとか。 うん、あなたにもその自分の悩み事を何でしょう,こう押し付けるっていうわけではないですけれども悩み事をこう抱えさせてしまうっていうことがあったのでそういったこう巻き込んでしまわないようにいわばお相手の方本当は離れたくなかったけれども別れという決断を下して離れていかれたんじゃないかなと思います。うん、だから本来はこのね あなたと過ごす日々に対する期待感を持っていたんだけれどもそれ以上に悩ましい状況に勝てなくて離れていかれたということですねだから気持ちとしてはまたこの悩みを解決してよりを戻したいっていうふうに思っていらっしゃるわけですね、うん、でも今はこの不安悩みというものにい、まあ、わば苛まれているがゆえにですねこのカードカップのクイーンというカードの逆位置反対側で出ているんですが このカードは本来ですね愛を注ぐという、ね、意味のカードになっています。うんまあ、あなたに対して愛を注ぐとということですねですがこれが逆位置になっているということで今はあなたに愛を注げない愛情がなくなったというわけではなく愛情はあるんだけれどもそれをこう,うまく伝えられないとかね伝える余裕がないということですね、うん。だからあなたとの関係を続けていてもあなたばかりが 何でしょうこう愛をねこう伝えてくれたり気持ちを伝えてくれるばかりで自分は何もこうねそれに対してこう答えができなかったりあなたに気持ちを伝えられないっていうことがあるのでまあそうなってしまうとよりねあなたとの関係も悪くなってしまうから一度離れようということで別れというものをうんまあこうなんでしょうねお相手の中では本当は選びたくなかったけれどもその選択肢を取られたのではないかなと思います。 すごくこう今もね未練が残っていいいいるんじゃないかなかというふうに思います、うん、でその別れた、ねえーまあ、別れたり、まあ、厳密には別れていないにしてもねちょっとこう疎遠になっている場合もあると思うんですけれどもじゃあお相手の方あなたに対してどんなね、うんまあ、本音を抱いていらっしゃるのかというのをですね見ていきたいと思います。 まずこちらから見ていくんですがこれは、まあ、エンバレス、まあ、これはね、まあ、受け止める、まあ、受け入れるとかですね抱きしめるという意味のカードでもあります、うん、でまずですね、うんまあ、受け入れるということからねお伝えしていくと、うんまあ、目の前のね現実がどういったものであれね、まあ、喜ばしいものであれ、まあ、喜ばしくないものいわばつらい現実であっても、まあ、それをねこう うーんまあ、拒絶したりつら、えーね、い現実から目を背けるんじゃなくてそれも一旦受け入れることで、ねえー、将来、まあ、未来を、ね、こう充実感あふれるものにしていこうと手を、ね、上げながらすごくこうねうんまあこうなんでしょうねこう充実感に満たされたような、ね、様子が描かれている通りどんな現実であっても今はそれを受け入れてね、うん ここれから先を良くしていこうとその現実に向き合わなければずっとね辛い状況が続いてしまうから仮に辛い現実まあ今ね、まあ、お相手の方にとってはあなたと別れたくなかったけども別れたっていう現実があるので辛いものだとは思うんですがそれすらもまあ受け入れてこれから先 どううしていこうか、まあ、よくしていくためにはどうすればいいのかっていうことを今考えていらっしゃるわけですね。あなたとの関係をもう一度戻すにはあなたともう一度幸せな時間を過ごすにはどうすればいいのかっていうのを辛い現実と向き合いながら考えていらっしゃるということですね。うん、あとは抱きしめるということに関してはまあ、まあ、一刻も早くねあなたと再会してあなたをまたこう抱きしめられるようになりたいとうん。 今はちょっと遠く離れてしまっているかもしれないけれどもいつでもあなたをねこうまた抱きしめる何、うん、でしょうねこう準備はできているんだよって準備というかね、うん、そういった気持ちではいるんだよということですね。はい、で次ですねこちらのカードを見ていくんですがこれラフターという、ね、カード、まあ、笑いですね、うんまあ、笑顔とかもね表したりもしますけれども まあここにすごいね満面の笑みを浮かべている人がいるようにまあこれはね、まあ、あなたをまたこう笑顔にしたいとか喜ばせたいとかね、うんまあ、あなたと一緒に過ごして、まあ、幸せな、ね、時間を一緒にまた過ごしたいと、うん、要はまあ笑顔にあふれるような日々をまた作っていきたいと作り出していきたいということですね、うんまあ、これあなたへの本音のとこへ出ででているのであなたを喜ばせたいということですね、うん やっぱりこの気持ちを持っていらっしゃる以上は、うん、本当はやっぱあなたとと離れたたたくななかったんだと思います、うん、あなたを悲しませるようなね、うん、まあいわば別れるっていうことはその笑顔とはね真逆の例えば悲しみであるとかね、うん、寂しさとかをこう与えてしまうような結果なので本来はねやっぱりこうそんなことはしたくなかったんだけれどもちょっと自分の周りが不安に満ちていたから。 離れざるを得なかったけれども、まあ、いつかねまたこう状況が整えばあなたを笑顔にしていきたいハッピーにねしていきたいとうんそういうお気持ちは今もまあ持ち続けていらっしゃるということですね。うんはい、で次こちらですね見ていきます「ワイルドウーマン」これ「野生の女」というねカードなんですが、まあ、これはですねありのままの自分。 をまあ表現するとかね、えー、まあそういった意味のカードなんですがこれはまああなたに対してのまあ本音としてはですねあなたが何か悪かったんじゃないよと、うん、あなたが何かを言ったからとかあなたが何かをしたからとかあなたが何かを押し付けてきたからとかあなたにその別れの原因を何でしょうねこう 見出していらっしゃるわけではない。あなたはもうそのままでいいんだと。悪かったのは自分のせいで別れというものを招いてしまったっていうふうに思っていらっしゃるので、あなたは今回の別れを受けて何かをこう変える必要はない、いあなたはそのままでいてくれて大丈夫だよっていうことを表しているカードになります。だから、お相手の方もあなたのことが嫌いになったりとか、そう、なんかこう、もうこんなところは受け入れられないということで、離れたんじゃなくて、いわばお相手の方の状況がね、 うん、ちょっと恋愛を続けられるような状態ではなくなってしまったかう,うには離れてしまったということですねだからあなたに対しては何もこう責める気持ちは持っていらっしゃらないということですねあなたはそのままでいてくれていいんだよと、ね、なんかこう無理にこう責任を感じて自分をなんかこう変えようとしたり、うん、なんかこう別れるっていうことを受けてね自分のここが悪かったんだっていうことですごくこう。 何でしょうこう自信をななくくしししたたりだととかそういいっこはてあなたはもう本当にそのままですごくこう素敵だとあなたの,その魅力というものにはねうんちゃんとこう気づいてはいらっしゃるのかなということですねあなたを責める気持ちではないというのはこちらのカードから読み取りましたうんはいで最後こちらですねリーダーシップというカードですねこれは まあ、自分から、まあ、手動で、えーまあ、動いていくということですね、うん、あなたがこうなんでしょうね自分のもとに訪れてきてくれるのを待っているみたいなねそういったちの姿勢というか受け身なね、うんうん、なんでしょう,こう考え方とか、うん、ス,タスタンスでね復縁を望んでいらっしゃるのかっていうのではなくてね、うん、自分から動いて、まあ、復縁をしていきたいと。うん まあ自分から離れたんでね、うんまあ、自分の原因が状況が原因だったので元によりをねこう戻す時も自分から動いて、ねえー、関係を戻していきたいというふうに思っていらっしゃるということですね。うん まあそういった形で、まああの、あなたに対する本音のところを見させていただきましたが、何かね、その、うん、まあそのネガティブな感情をね、表すもの、えー、ですね、うん、マイナスなあ考えとかを表すものが出ているわけではないので、まあ別れた今もね、うん、まあ、あなたのことはすごくこう、うん、素晴らしい人だったなというようなね、形で、まあ、 ちゃんと、ね、こう状況が整えば復縁をしていいきたい、まあ、それは、ね、後ほども見ていきますけれども、まあ、非常に前向きな感情を、ね、抱いていらっしゃるのかなと、まあ、今も持ち続けていらっしゃるなというのが読み取れました。うん、で、えー、実際にお相手の方今の恋愛状況ですねすでに何かこう他の、ねえーまあ、恋人とかがです、ね、いたりだとか何かこういい感じの人が、ね、現れているのかとかですねそういったあものを見ていきたいと思います。はい えー、こちらなんですね2つのカードになっているんですがまずはこちらから見ていきます、えー、ドアトゥーパーソナルヒーリングハピネスまあこれはね、えー、癒しと幸せの扉というねカードになっています、うんまあ、扉というのは入り口を表しているんですねだからこれから始まるもの、うん、始まりをね表したもしているんですが まあ何かね新しい恋人の人ができて幸せと癒しに満ちているのかっていうとうんそういうわけではないのかなとというのもあなたに対する気持ちがまだ残っているので、えー、その可能性はちょっと低いのかなとでこのカード自体は私生活での新しい始まりっていうねことを表すカードになっているんですねだから、まあ、お相手の方の生活に何か変化が起き始めているっていうことですね うん例えば今までねなかなかこう報われなかったものが少しずつ報われ出すようになってきたりね結果が出るようになってきたりあとはこう新天地に移ってね、うん、状況が良くなる良くなり始めたとか、うんまあ、あとはですね、えー、ずっとこうね問題の解決に向けて停滞していたのがちょっとしたきっかけによってお相手の方にとって良い流れが生み出され始めたとかね うん、そういった意味で恋愛というものに関しての新しい始まりではなくてお相手の方を取り巻く環境において良い変化状況の好転というものが、うん、訪れだしたのかなというふうに思います。だからこの悩ましいね状況であるっていうのをね最初に月のカードで見さ、えー、お伝えしましたけれどもその悩みが少しずつね今こう解決に向かいだしたということですね。うん まあそういった状態だと思うので、うん、特に何かこう今、うん、まあいい感じだと思っていらっしゃる人の存在であったりもうすでに恋人ができているっていうわけではないのかなというふうに思います。うん、で、まあ、その私生活での、まあ、新しい始まりっていうのがありましたが次のこのシェアですね分かち合うっていうカードなんですけれども、まあ、これはね、まあ、その 人に恵まれてていいるっていうね意味のカードなのかなと今回はねメッセージとして受け取ったんですが、まあ、要するにお相手の方の周りにいる人たちというのは自分さえ良ければそれでいいっていうね人、まあ、そういった考えを持っている人じゃなくて、まあ、例えば周りに困っている人がいたらその人たちをこう 助けたりねね分かち合ううといののはこの力です、ね、自分の持っている力を自分だけに使うんじゃなくて他人にもこう分け与えていってみんなでね良い方向に進んでいきましょうというような人にこう恵まれているっていうことですねだからそういった意味で言うとお相手の方をサポートしてくれたり助けている人にこう今囲まれているような状態なのかなと、うん、いうことですね。うん だから、まあ、そういった人たちに今こう助けられているっていう状態なので、まあ、恋愛というものに新しい恋に進んでいるのかっていうとそういった人たちの助けによって少しずつ自分の抱えていた問題とか悩みが解決に向かい始めていて、うん、あなたとの,その復縁に関しても少しずつこう現実的に考えられるようになってきているみたいなね、えー、そういう状態なんじゃないかなと思います。 で最後そのあなたとよりを戻すことに対してどういうふうにねお考えでいらっしゃるのかっていうのを見ていくんですが、うん、まずはこちらから、まあ、この「バランス」というねカード、まあ、あなたとの関係ですね、まあ、今回で言うならば、まあ、別れた時というのはちょっとこうバランスが保てなくなったから、ねえー、こう離れていかれた、まあ、愛を注ぐっていうのもあなたばかりがこう愛を注いでくれて自分はなかなか愛を伝えられない、まあ、だからバランスが崩れていたっていうことですね。それををまたこうバランスを 取り戻していいきたい、ね、お互いが愛を伝えられるような状況にしていきたいよりを戻してね、うんまあ、そういったことを考えていらっしゃるということですね。うん、で、えー、次。 こちらですね、えー、このカードは、えー「競争ではなく協力を」ということでね、まあ、あなたと関係を続けている時には、まあ、競争いえ、まあ、ば言い争いとか喧嘩とかねうん、まあ、そういったんでしょうお互いに争うようなことはしたくないと常に協力、まあ、平和な、ね、関係を築いていきたいというふうに思っていたからこそちょっと不安に、ね、押しつぶされそうになった時にはあなたのことをあなたとちょっとこう喧嘩してしまいそうになっていたから離れられた。 いうことですねだからもう一度このバランスを取り戻す時には平和な関係ねその争いとかではなくお互いがその恋にまあこう参加して協力してね、まあ、お互い支え合ったり助け合ったりしていってまた関係を育んでいきたいというふうに思っていらっしゃるというカードですね。うん、で最後こちらですね「えー、マン・ホールディング・コイン、まあ、金貨を持つ男性」というねカードなんですけれども。 まあお相手の方ですね、まあ、お相手の方男性にかきがつお相手の方だと思っていただけたらなと思うんですけれども、うんまあ、これはですねまあこの金貨、まあ、お金をね見せていますけれども金貨というのはまあ価値ですねを表すものになっていて、うんまあ、お相手の方の考えとしてはもっとねこう自分の価値を高めるであるとか、まあ、成長した自分 をねまあ、見てほしいというか自分が成長した後にねまたあなたのもとにこう現れたいというふうにね思っていらっしゃるということですね、まあ、それは精神的な向上とかもそうですし、うん、もしかしたら収入面ですね、まあ、お金が書か,かれているのは収入面で成長した自分になってからあなたのもとに会いに行くとかね、まあ、あとは抱えている問題とかを解決するというのもそれは成長につながっていると思うのでその後にまたあなたのもとに現れようと。 いいう,ふうに、ね、思っていらってらしゃるのかなということですね、うん、あとはお金絡みで言うならば仮に例えば何でしょうあなたにねあなたからお金を借りていたとするならばそれもねちゃんとあなたのもとに戻ってきてその借りていたお金も返したいと返そうというね気持ちを持っていらっしゃるっていうことでもあるのかなということですね。 うんまあ、だから全体を通して、まあ、やはりね、まあ、あこのままでいいというわけではなくてまたねよりを戻したいというふうにねお考えでいらっしゃるのかなと思いますはい、えー、ということでこちらですね「You are Limitless」Lim というねカードを選びいただいた方はお疲れ様でしたあ今回ので、ね、動画を 動画がででですすね少しでもお役に立てれば幸いです、えーまあ、今回は全体に向けたリーディングとなっておりましたがもしね何かこう特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはねなかなか人には相談できないこととかもあると思います、まあ、そういった方に向けて、えー、現在個人鑑定を行っておりますのでもし興味がある方はこの動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いですはい えー、それでは今回ですね最後までご視聴いただきありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうはいそれではですね最後に、えー、こちらの BWillingToExpressLove というね、えー、カードをお選びいただいた方もしくはね C をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます、えー、では早速ですねカードのオープンをしていきます、はい えー、今回は別れたあの人のあなたへの本音であったり、まあ、あとは復縁への意欲ということで、まあ、厳密にねこう別れたという場合に限らず、まあ、音信不通が続いていて疎遠になっていたりとかですね まあ、あとはなんかこう、第三者とか、まあ、周りの状況によって引き離されてしまったっていう場合も含めてですね、お相手の方があなたに対してどんなね、本音を抱いていらっしゃるのか、そして、よりを戻すことに関してどう思っていらっしゃるのかっていうのを見ていきます。はい。えー、こちらのね、カードが出ました。えー、今回ですね、カードとしては、左上からお相手の方の状況を表すカード、そしてこちらがあなたへの本音を表しています。 えー、そして、えー、左下に移っていきますがこちらはお相手の方の今の恋愛状況を表すカードで、えーまあ、すでにね何かこう他の恋人の人がいるとかですね何かこういい感じの人がいたり新しい恋に進んでいるのかどうかなどをですね、えー、表しています。うん で、最後、こちらですね。えー、に関しては、お相手の方が、まあ、あなたとよりを戻すことに対して、どうお考えなのかっていうのを表しています。えー、ではね、早速出たカードを見させていただいているんですが、うん、そうですね。うん、はい。えー、ではですね、早速リーディングしていきたいと思います。まずはじめにですね、今回出た、 結果をね見させていただいたところで言うとそうですねお相手の方あなたとの復縁というものをまあこう強くね望んでいらっしゃるんじゃないかなと思います、うん、だから、まあ、今回別れたっていうのがありましたけれどもどちらかというと状況に引き離されてしまったっていうのが近いんじゃないかなと思いますうん もちろんねお相手の方からあなたに別れを告げて離れていかれたっていうのはあると思うんですけれどもうんその背景にはその状況が2人を切り離したっていうのがやっぱ大きく関係しているんじゃないかなとは思いますはい、えー、まあこのあたりねそれぞれのカードを見ながらですね、えー、詳しくお伝えしていきたいと思いますまずはねお相手の方の状況を表すカードから見ていこうと思います、はい えー、今回出たカードはこの3枚です。1つ目、カップの8ですね。えー、そして2つ目があ、ワンドのプリンセスですね。これは逆位置で出ております。で、えー、もう1つがソードのプリンセスですね。の3枚になるんですが。 うん、そうですね、えー。じゃあこちらから見ていきましょう。カップの8、A、ですね、えー。このカードはうーん、まあ、こう転換期っていうね意味のカードであったり全く違う人生を歩み始めるっていうカードではあってですね。うんまあなんでしょう,こう今にもねこう旅立ち、まあ、旅立っていきそうな人がね えー、描かれていますけれども本来はこの場所に残りたかった居続けたかったけれどもそこを離れなくてはいけない状況になってしまった、まあ、これがいえば転換期というものですね、うん、だから例えば考えられるものとしては、うんまあ、例えばね転勤を命じられて、うん、本当はその場所にいたかったけれども別のところにね行かなくてはいけなくなっ まあ、旅立って行かなくてはいけなくなったということが考えられますしあとはですね、うんまあ、ずっとね、まあ、あなたのそばにいたかったけれども例えば、まあ、ご家族のねなんかこう問題が発生してしまった、うん、例えばお相手の方のご家族の方が、まあ、ちょっとこう病気になってしまってその、ね、方のその看病というか、まあ、介護っていう可能性もあると思うんですけれどもそれにその、ねまあ、面倒を見て 見るためにその例えば実家に戻るとかね、うんまあ、これもいずっとこの場所にいたかったけれども離れなくてはいけなくなったっていうことですね。うん、まあ,あとは今までまあこういた、まあ、会社から、まあ、例えば出ていかなくてはいけなくなったりだとか、うん、まあ、あとは転職っていうのも一つ考えられると思うんですが。 まあ、いかんせんその今までいた場所から離れなくてはいけない状況がお相手の方、訪れてしまったわけですね。で、この離れなくてはいけないという状況で、まあ、状況が原因でね、あなたとの別れっていうものをちょっとこう決断されたんじゃないかなと思います。その離れた先だと、あなたとの恋を続けていくのは難しいということで、別れというものを、うん、まあ、選ばれたんじゃないかなと思います。だ気持ちとしてはまだね、後ほど見ていきますけれども、 まあ残ってはいると思うんですすねあなたに対する気持ちはでも離れなくてはいけないまあそれによって物理的な距離がねできてしまったのかもしれないですけれどもうんまあそれでね、えー、別れを選ばれたんじゃないかと。うん、で、えー、次のこの「ワンドのプリンセス」ですね、えー、このカードまあ逆位置になっていますけれども。 まあこのカードがですね、うんまあ、本来持っている意味としては進むべき道を選ぶということで、まあ、進路を決める、まあ、これから先自分の人生、まあ、あなたを含めてだと思うんですけれどもをどうしていこうかっていう、まあ、この方向性であったり進む、まあ何でしょうね、計画とかをですね立てていったということなんですが、まあ、これ逆位置になるとそのね、うんまあ、この転換期によって ね、自分がこう計画していたものが全てこう狂ってしまったり、うんあとは方向性というのもちょっとこう見えなくなってしまったということですね。うん、本来離れるということを想定せずに、あなたとこういうふうになっていきたいというふうにこう考えていたのが離れなくてはいけないようになってしまったせいで、もうその将来の,このビジョンというのが崩れてしまったとっいうことですね。うん まあそれによってこうちょっと自信をなくしてしまったりまあ優柔不断っていうね意味を表したりもするので自分から何かあなたにねしてあげられるようなうんちょっとこうメンタルではなくなってしまったっていうのもまあ別れをねこうまあ選ぶ理由の一つにはなったのかなと思いますで最後こちらソードのプリンセスというカードですね、まあ、このカードはチャンスをつかむ というね意味のカードになっていて、まあ、ちょっとね今はあなたとの恋を続けていくのが難しい状況にはなってしまったけれどもまたねあなたと恋をスタートさせられるようなチャンスがあるのであればね巡ってくればやっぱりそれをしっかりとものにしていきたいというふうにね思っていらっしゃるということで、まあ、お相手の方としては復縁というものがね、うん、できるような環境になれればまたね是非復縁をしていきたいと。 うんまあ、強く望んでいるっていうふうにもお伝えしましたけれども、うんまあ、かなりね、えー、よりは戻したいと、うん、思っていらっしゃるんじゃないかというふうに思いますはいで、えーまあ、そこからですねお相手の方ねあなたに対してどんな本音をね抱いていらっしゃるのかっていうのをですね見ていきたいと思います、えー、まずこちらからか見ていくんですが えー、このカードですね機械を引き寄せるまあこれもまあ機械っていうのはあのチャンスの方ですねロボットの方ではなくて機械を引き寄せるっていうね意味のカードになっているんですがんまあこのねちょっと絵をご覧にご覧いただきたいんですけれどもなんでしょうねすごいこう肩を落としているようなね、えー、様子を描かれていますねうんまあこの人はいわばチャンスを逃してしまったりですねまあ大切なものをこう 失っってしまったから今すす落ち込んででいるわけですねだからその失ってしまったものをもう一度取り戻したいとか取り戻せるようなチャンスを引き寄せたいと思っていらっしゃるわけですね。でここでお伝えしたその大切なものっていうのは、まあ、あなたという存在ですね、うん。あなたと別れてあなたという存在を、まあ、失ってしまったことにすごくこう落胆落ち,、えー、落ち込んでいらっしゃるっていうことですね。うん だから何とかしてもう一度あなたとつながれないかと、うん、関係を進めていけるようなチャンスが巡ってこないかというふうにね、まあ、待ち望んでいらっしゃるっていうことですね。うん。まあ、ちょっと現実的には難しいかもしれないけれども、やっぱりこう諦めきれない、うん、っていうふうなね、思いはあるんじゃないかと思います。うん、で、次。 こちらですね、まあ、この先ほどのカードと合わせて言うならばベリースーン、まあ、とてもすぐに、まあ、スーンっていうのがねそもそもこの今すぐにというね、えー、ことにまあベリーっていうのがついているので一、まあ、日でもね早く、うんまあ、それこそもう1秒でも早くね、うん、あなたとま復縁できるような日々が訪れてほしいと、うん、いうふうにねそれぐらいうん、まあ、かなりね あなたととのの復縁いいうものを望んでいらっしゃるのかなら、ねうん、まあこうね夜明けをまあ表している絵が,、ね、絵が描かれていますけども夜というのはいわば2人にとって辛い状況、ね、暗い夜空っていうのはね2人にとって厳しい状況とかを表していてそこにこう日が差し込んでくるっていうのはいわば希望を感じられるような状態ですね。だからうん まあ、あなたとの再会というものを、まあ、少しでも早くね望んでいらっしゃるそしてこちらですね「リラブド」というねカードになっているんですが、まあ、これは「最愛のあなた」というね意味のカードになっていて、まあ、お相手の方にとって「あなた」という人はですね、まあ、やっぱり最愛の人物だと今もね思っていらっしゃるわけですね、うん、自分の愛情を向けられるのはあなただけだと。 いいう,ふうに、ね、思っていらってらしゃる非常にこうこの嘘偽りのない愛情を、まあ、今もねあなたに対して向けていらっしゃるっていうことですね。うん、あなたへの愛情をこう優しくこう手で、ね、包み込もうとしていますけれども、まあ、それを今もこうちゃんとね、うん 忘れずにこう持ち続けていらっしゃるだからこそねこう引き離されてしまったことにすごく落ち込んでいらっしゃるのかなということですね。うん、すごいこう綺麗なハートですね、うん。あなたに対する愛情は今もなお持ち続けていらっしゃると。うん、で最後こちらですね「えー、ミラクル」ま「あ、奇跡」というカードですね。うんまあ、奇跡を起こしたいということですね。うん まあこの転換期によってあなたの元から離れなくてはいけなくなってしまったっていうのをお伝えしましたけれども、いわば奇跡というのはもう一度あなたの元にこう戻ってくる、戻ってこれるような奇跡が起こってほしいというふうにね、思っていらっしゃるということですね。この奇跡が起こってほしいと、ね、少しでも早く起こってほしいと、うん、いうふうにね、お相手の方は望んでいらっしゃるわけですね。うん だからそれぐらい早くまたあなたにこう会えるようになりたいというお気持ちをね今も持っていらっしゃるんじゃないかと思います。はい、で、えー、それを受けてですねじゃあ次お相手の方の、ね、恋愛状況を見ていきたいと思います。すでにね何かこう 恋人のような人がいたり、まあ、恋人でなくても何かこういい感じのね雰囲気の人がいるのかどうかっていうのをね見ていくんですがうんまあそらくねそういった存在の方はいらっしゃらないのかなとお相手の方の中では、うん、もう答えがはっきりしているっていうのがね、えー、結果としては出ていますまあそれぞれね見ていくんですが、まあ、こちらの2つですね。うん、で、えー、まずはこっちからねちょっと見ていきましょう。はい えー、このカードはですね「金銭的な制約」っていうね意味のカードになっていますまあお金の制約ですね、うん、制約とか制限ですね、うん、で何でしょうねまあお金を理由にっていうわけではないと思うんですけれども、うんまあ、お相手の方ね今その、まあ、新しい恋に進んでいられるようなうん お金にもうまあそのんでしょうねこうあまり余裕がない状態なのかなと、うん、新しい恋をしていられるような、うん、状況ではない例えば、うん、新しい恋を探してね、うん、恋人を探すために例えば、うん、なんかこう恋人探しのイベントに参加するとかね うん、その新しい恋に向けて使うようなお金の余裕が今ないのかなということですね、うんまあ、そういった制約を受けているということですねでまあじゃあお金があったらじゃあ新しい恋に進むのかっていうとそういうわけではないということですね先ほどもお伝えした通り別にお金を理由に新しい恋に進んでいるっていう進んでいないというわけではなくて、うん、お相手の方の中では答えがもうはっきりしているわけなんですね。 うん、それがこちらのカード「えー、ディフィニトリ e イエスまあこれ絶対的にイエスまあだからもうんでしょうねこう答えがもうはっきりと決まっているっていうことですね。でそのはっきりと決まっている答えというのはあなたと復縁をするということですね。うん、他の人と 新たに恋人の関係になりたいのかっていうとそういうわけではなく自分にとっての恋人はやっぱりあなたしかいないというふうに思っていらっしゃってあなたとよりを戻すということだけを今考えていらっしゃるっていうカードですねだからあなたの方向を見ている離れていてもねあなたの方向を見ているということですねうんそれぐらいもな何でしょうね恋人にするならもうあなたしかいないというですねうん お相手の方の中でも気持ちが固まっているというわけですね。そこにまあブレはないというですね意味を表すカードになっています。うん。だからあーその別れた後に、うんなんでしょうそのあなた以外のね異性の方、まあ異性に限らずですけれども、うんまあそういう恋人とかねいい感じの人がいるというわけではないのかなと思います。 はい、新しい恋に進んでいるっていう可能性はうーん、まあ、この2つのカードを見るに低いのかなと思いますね。うんはい、で、えー、最後あなたとのよりを、まあ、戻すことですね復縁に対してはどういうお気持ちなのかっていうのを見ていくんですがまずはこちらから、えー、トラスト、まあ、これはね信頼するという意味のカードになっています。 うんまあ、だから、まあ、離れていても、うんまあ、あなたのことを思い続けているっていうのはね「最愛のあなた」でもお伝えしましたが、うんまあ、自分はね、えー、あなたともう一度復縁をできると復縁が果たせるということを、まあ、やっぱりこう信じていらっしゃるわけですね、えー、いくらその目の前の状況がその復縁に対して、まあ、ちょっとこう厳しい、ね、現実が突きつけられていたとしても、うん、自分は必ずまたあなたと結ばれるんだと。 つながれるんだと、うん、いう風にね、まあ、こう信じていらっしゃるということですね。うん、であなたも、まそういった気持ちでいてくれているということを、まこう信頼していらっしゃる、うん、きっとあなたも自分と同じ気持ちでいてくれているだろうと、いう風にね、うん、まあ、そういう風にま思っていらっしゃるということですね。だから、まあこれもま復縁をしたいという気持ちの まこう強さがね現れているのかなというふうに思います。うん、で、えー、次こちらですねはい、えー、このカードはま豊かさの言葉っていうねカードになっています。うん、まあ、だからあなたに対してま幸せであったりま豊かさというかねうんま喜びを感じられるような言葉。 を伝伝ええていいいきたた、まあ、メッセージをだからあなたにとってこうネガティブなマイナスなね何かこうメッセージをこう知らせたいとか届けたいっていうわけではなくてその逆ですねあなたを喜ばせる、ねまあ、今回で言うならば復縁のところで出ているので何かこう復縁に関してあなたをねこう喜ばせられるような。 うん、まあその知らせとかですね、メッセージっていうものを届けたい、届けられるような日々が早く訪れてほしいと思っていらっしゃるわけですね。うん。例えばいついつに例えば、えー、あなたのもとに戻れますよ戻れてねまた関係を進められるようみたいなねそういった二人の関係に希望が持てるようなうんまあ言葉メッセージをですねあなたに届けたいうんというふうにね。 思っていらっしゃる、まあ、それによってあなたをこうまた安心させたいというかまあ、お相手の方自身もねその言葉をあなたに伝えることで、うん、まあ、こうほっとねこう安心できるようになるのかなと思うんですがとにかくそういうね2人の関係においてポジティブなね、うんまあ、言葉とかメッセージを伝えていきたい。で実際にその言葉とかを伝えるだけでなくこのカードですね。うん えー、これは豊、ま、上、あの角」っていうカードなんですが、まあ、この状況とししててもねこの豊かさを表しているわけですね、うん、いろんなこう収穫物がこうたくさんこう集められていますけれども、うん、よりね2人がこう幸せな状況ですね言葉だけでなんかこうあなたを喜ばせるんじゃなくて実際に、まあ、あなたのもとにこうまた会えるようになってね、うん、あなたをこう本当にこう 幸せを感じさせたいということですね、うん、いくらその前向きな言葉を言っていても実際に会えなかったらねどこかこう心で満たされない部分があると思うんですねそうじゃなくてしっかりと、うん、心までもこう満たせるようなね状況を作り出していきたいというふうに思っていらっしゃるということですねで、このカード自体もその実現したい願望というねカードが カードの意味としてはあって、まあ、お相手の方としてはその復縁ですねあなたとよりを戻すということが、まあ、こう願望としてあってねそれを実現したいんだという気持ちを持っていらっしゃるので、まあ、これもね、まあ、強くあなたとのよりを戻すこと、うんまあ、それをこう考えていらっしゃるんじゃないかなと思います。 はい、なので、まあ、全体を通してね、まあ、最初にもお伝えしましたが<え>あ,あなたとの復縁というものを強くね、えー、望んでいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。はい。えー、ということで、えー、最後ですね、こちらあー Be willing to express love という、ね、カードをお選びいただいた方お疲れ様でした。えー、今回の、ね、動画が少しでもお役に立てれば幸いです。 まあ今回は全体にね、えー、向けたリーディングとなっておりましたが、もしね、何かこう、特定の方との、まあ、お悩みであったりね、あとはなかなか人には相談できないこととかもあると思います。そういった方に向けてね、えー、現在個人鑑定を行っておりますので、もしね、興味がある方は、この動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい。えー、それでは、今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。